私 CG 男優としては CG 代表として戦いに行くんだっての。CG の仕事しかやんない男優なんだっていうのを今植え付けてる最中なんですけど、いや佐藤監督はもちろんねガンツからたくさんの作品ある中で、でこの人はもういろんな作品出てる今のエースですから、そのエースと監督のエースが2人で喋ってる姿、物を作っていく時のテーマを一つずつ喋って、監督これはどうですかっていう会話を横で見てて、かっこよくて真似しようとしたんですけどテーマがなかったです。でまた運動神経いいし形綺麗だし体作るしビジュアルいいし、物作っていく一つにしていき方がね見事でしたね。前半がもっとこれがあった方がいいですね、はい、それが見当たらなかったから、自分の表現としては撮影してない感はまかないの充実白になりました。これ監督待ってて、もうこれ白一番いい状態に、いや焼き鳥、お餅、コロッケ、ケーキ、冷やしトマト、カレー、豚汁、最後は鉄板焼き、肉焼く、でそこだけにプロデューサーと集中してました。よーい、はい、せーの、時間的に荒らしてじゃん。まあ、切ってやってみるから。調子のないで、ね、怪我しませんよ。倒れた時に頭だけそうなんです、大丈夫です。イギストラ男優としていろんな、よーい、はい、せーの、ほらこっち使ってよ。監督のパッドの中にはアイコンでと動いてる映像を見せてくれるんですけど、こうなります。最初左から入って右に抜けていくかもしれないやつ、まっすぐ叫びながら逃げていくカットですとかっていう説明だけで、あとはもう自由演技と感じ出してみるだけなんでね。了解っつって、まあ私 CG 男優としては大至急用意って言葉がかかれば漢字が出せる技術は後半持ちました。せーの、バンバンバン、もっともっとバン。 CG の仕事しかやんない男優なんだっていうのを今植え付けてる最中なんですけど、なんでかって言ったらデータ持ってますから俺の360度。3, 2, 1. これからやる人は台湾とかいろいろ行かなきゃいけないんですけど、僕のデータはもう全部渡してますから、で CG 団優勝は今年もらえることになってるんですけど、果たしてその週があるかどうか、あれ聞いてない。そうですか、了解。あ、じゃあもう僕は言うだけタダだから、さっきも言ったんですけど3年後僕映画撮りますから、3年後撮ろうと思ってこういう話があるんですけど、オリコンさんが興味持って動いてもらえますかって、いやいやいやって言ったら違う人に行くから、面白そう面白そうってみんな言ったらスタッフはできてくるし、実はこういう話でこういう映画を撮ってみて行きたくて、イメージではそうね、佐藤健が主役で生田斗真使おうかな、言うのただだから。そうです ね本気は本気ですよ。で俺の助監督に安田成美さんつけるから、絵の捉え方分かってるから、か成美さんが主役、それで俺出させてもらう、
で俺が勝手にグーグーこういうこと言うと成美さんに怒られるんだけど、あの飲み過ぎだけを注意して、あの2時過ぎのラーメンを気をつければ調子に乗っちゃうと食いたくなっちゃうから、うわ餃子食っちゃった人がね、そこだけです注意は。我々おっさんたちはあとは同じ話を繰り返しながら同じ仲間と酒を飲む、これだけです。そして日々反省と確認、神棚に水、はい、わかりました。